久保さん、今回、生き方にしましょうか。生き方。はい。これ、初版がいつだ初版が、2004年ですね <laughs>。初版2004年。はい。で、この、だから15年前買った本、いまだに持ってるんですけど、まあ、15年か10、もう16年前か。うん。で、それから10年後ぐらい経って、こちらの本にですね、 直筆のこの稲森和夫さんのサインをいただけましたいやまさかね直接お会いできるとは思わなかったですけどねまあバイブルですねこれは一つのまあ今回生き方なんですけどなんかその人それぞれいろんな生き方があるので別にそれはそれでいいと思うんですよただ僕と奥久保さんが言いたいのはその変えたいと思ってるのに 変えようとしない人に言ってるんですよね。いや、変えたいと思ってるんだったら変えればええやんっていう。稼ぎたいと思ってるんだったら、お金に困ってるんだったら稼げばいいじゃんっていう。ただそれだけなんですよ。いや、全然お金にゆとりがあって困ってません。今幸せですっていう人に言ってるわけじゃないですよね。変えたい。収入をなんとかしたい。と思ってる人に言ってます。うん。だから、まあ、単純に、まあ、あのね、手持ちのカードと持ってないカードみたいな話ありましたけど、 なんで今収入が低いのかっていうと、多分稼ぐスキルがないわけじゃないですか。商品持ってますかと。だから億万長者合宿の時も、久保さんがね、あの、場所を提供したわけじゃないですか。ライブでね。Facebook ライブで。でその時誰も商品持ってないみたいなね。とりあえず自己紹介しましょうかみたいなね。で自己紹介もお,おぼろ、おぼつかないみたいなね。 まあ、集客に困ってて、じゃあ、久保さんのメディアで紹介できるよっていうね、久保さんはもう集客媒体あるのに、で、そこで商品ないとかね。だから、集客、なんで収入が低いのかっていうと、集客ができていない、商品を持っていない、セールスできてない、これしかないので。で、もし、その、自分で商品を、ん、売りたくない、商品作るのめんどくさいんであったら、集客をして広告ビジネスをすればいいわけじゃないですか。うん。で、僕がおすすめするのは、 広告ビジネスの場合はある程度の数が必要ですし、あの広告単価は企業さんが決めるのでこっちで決め,決められないですよ。だから、現実的に月収100万、まあ、久保さんも借金返しました、僕も借金返しましたけど、現実的にその少ない数でもしっかりあの売上作っていくためには自分の商品を作って自分で値札作って金くださいって言えるかどうか、これ億万長者合宿でも言いましたけど、だからそれがないわけじゃないですか。 そのカードは絶対必要だよと。お金稼ぐ上で。だからもう、この集客っていうところは絶対必要なんですよ。絶対ですよ。うん。そのアフリエイトするにしても、うーん。自分で商品売るにしても。だそれのスキルがないわけじゃないですか。集客ですね。だからそれは勉強してやらないといけないし、実践していかないといけないし、やらない限り、 集客できる可能性はゼロだし商品作って売らない限り売れる確率はゼロだしそれをやるしかないんですよねだからどういう生き方をしたいのか僕はもうパソコン15年前ぐらいに見たセールスレターでパソコン1台で自由な生活ができるっていう夢物語ですよね多分僕と同じの人今いると思いますよ パソコン一台で月収百万って言われても、今はスマホ一台で月収百万みたいなフレーズになってると思いますけど、そんなキャッチコピーを見ても、雲の上だし、うさんくせえと思うし、そんなあるわけないと思う人が大半だと思います。僕もそうでした。だけどなんでそれが僕は実際に今そういう生活を手にしたのかっていうと、ただやっただけなんですよ。ただ行動し続けてやっただけです。それはそれだけです。久保さんもそうです。答えがあるとするならば、うん、それをやっただけです。行動しただけ。 だけど、多くの人はその行動できない理由を作るんです。うん。<laughs> いや、行動できない理由を作って、まあ、百歩譲ってそれが事実。いや、吉田さん、それは事実だから仕方ないでしょ。じゃあ仕方ないまま終わらすんですかっていう。っていう事実もあるわけじゃないですか。<laughs> だから、叶えたいんだったらやるしかないっていう事実しかなくないですか叶えたいんだったらやるしかないという事実。 だけど、その事実を否定して、あの、なんか、自分でやらない理由を作る事実を作ってね、なんかそっちの世界にいるっていう。変え買いたいんだったら変えられますよ。す少なくても本当ね、15年前に比べたら、どんだけ無料でね、僕、情報商材買いましたけど、3万でね、15年前。今ね、あの本当に申し訳ないですけど、無料でいくらでも学びたい放題ですから。 まあ僕もドリームアカデミア、久保さんもね、速可授業やってますけど、別に入んなくても稼げますよ。稼ぐ方法なんかいくらでも探せばあるし、プラットフォームあるし、ネットこんだけ回線早くなったし、ね、YouTube あるし、昔なかったですから。昔 YouTube なかったんですよ。<laughs> だからね、ほんとね、今ね、今稼げないっていうのが逆に僕は不思議でならないですね。僕は歴史を見てきてるので。で、あとは実際に全く、 初心者だった人があの実際やって、やって、ね、人生変えてるのを僕は事実として見てます。で、久保さんとのね、やりとりこんなやるとは思わなかったですけど、久保さんも僕はもう、ま、本当にもうね、久保さんのネットビジネス赤ちゃんの時から見てますからね、バブーみたいな。バブー、バブーから見てますよ、ネットビジネスバブーからね <laughs>。だからね、まあ、久保さんが家買って招待された時は本当ね、なんかね、 不思議な感覚になりましたけどね。だからまあ、それを見せてるわけじゃないですか。だから、なんかできないことはないと思うんすけどね。まあそれはすいません。僕しか見てないんで。久保さんのバブーは。<笑><笑>久保さん行くか、みたいなね、うん。まあ本当に変な人だなとはしか思ってなかったですからね。まあ僕も変な人ですけど。うん、まあ本当に誰でもできるんじゃないかなと。 うん、少なくても僕がお話ししてるレベルっていうのが年賞100億年賞1000億楽天を作るとかねソフトバンクを作るっていう話ではないんですよトヨタを作るっていう話じゃないですよ月収100万ですでそこは、まあ、僕も15年前はその遠い話だったんですけど久保さんもね久保さんもそうですよ月収100万ってそんなんみたいな話ですよ久保さんも今も今は月収100万 鼻クソじゃねえかなみたいな <laughs>。月収100万稼げないって、それは鼻クソでしょって言って <laughs>。っていうぐらいになったってことです。なんか要は、飛び箱1段飛べるでしょっていう。でもそれって、飛び箱1段怖い時もあったりしたわけじゃないですか。でもそれはやった上で、飛び箱6段飛べるようになったら1段余裕じゃないですか。だからこれ嘘でも何でもなく、僕たちは飛び,飛び箱20段ぐらい飛べるんで1段余裕でしょって話なんですよ。 だから動画に関してもな何万本でも作れるよ。一本ぐらい余裕でしょって話なんですよ。一緒ですよね。だから、飛び箱6段飛べる人がね、飛び箱1段難しいです、怖いですって言います、言わないですよ。で、それはじゃあなんで飛び箱6段飛べるようになったのかっていうと、やっただけじゃないですか。1段をまずクリアした、2段をクリアしたってやっただけじゃないですか。単純に <laughs>。だから、やらないと何も変わらないですよ。うん。で、やればやるほど鼻くそになります。うん。あとはどれだけやりきるかですね。いってらっしゃい。